いやー、でも俺今までワールドカップ見てこなかったんですけど、今回のワールドカップは面白いっすよね。当たり前だろ、マジで燃えるよね。なんかワールドカップ見てるとサッカーしたくなってきません？そう言うと思ってや。え？ボール持ってきたぜ。え？マジっすか？どうせ客も来ねえからちょっとやろうぜ。いやー、でも営業中っすよ。いいからいいから。おい、てめえら何してる？すいません。すいませんじゃねえだろ。今すぐ仕事に戻ります。なんで左足を使わねえ？え？利き足も使わねえとうまくなんねえだろ。やるならとことんやれ。店長、あの人どんだけサッカー好きなの？ほら、もっと引き足を使え。はい、はい、ほら、ほら、トラップしろ、トラップ。はい、はい、お前、どこに行く？お前、気をつけろ。はい、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 お前ら一体何やってんだよ。オーナー、すいません。バイトどもが俺の言うことを聞いてくれなくてですね。はぁ、あ、何言ってんすか。おい、てめえら、一回裏来い。アクション。終わった。最低っすよ、店長。ちょっと、やばいっすよ。あんなとこオーナーに見られたら終わりっすよ。よいしょ。お前らの気持ちはよくわかる。え？それにしても来週にある各店舗対抗のフットサル大会、誰から聞いた？え？まあ、あの大会は賞金も出るしな。何より各店舗の威信をかけた大会だからな。お前らも俺のためにどうしても勝ちたい。そうだろ、お前ら。え、そうっすよ。はい、気持ちが先走っちゃって。よし、ならば俺が監督としてお前らを一流のフットボールプレイヤーに導いて。はい。それで松太郎はどこだ？あ、入れ替わりでレジに入って。そうか、なら松太郎にも参加できるか聞いてこい。はい。ああ、よいしょ。失礼します。よかったな、フットボール。はい、楽しいっす。はい、お次の方どうぞ。はい、お預かりします。215円になります。こちらは袋をお付けしますか？あ、いらないです。はい、かしこまりました。おい、お前何やってんだよお前。はい、お客さんは袋はいらないとおっしゃったので。そういう意味じゃねえだろ。お客様、大変申し訳ございません。新しい商品をお持ちします。こちらになります。どうぞ。大変申し訳ございませんでした。何なんだこの店は。すいませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お前は一体何をやってるんだよ。まあまあ、でもあれか、お前にはスポーツは無理だな。大会無理だお前は。絶対出場したいです。よし、今日から始めるぞ。まずお前らはボールを使う前に体の使い方を覚えろ。はい。このカメラを見てみろ。あそこに商品を選んでるお客さんがいるだろう。いいか、この客が商品を取ろうとした瞬間に前に入り商品を取らせないようにしてこい。え？大塚、
お前からだ。お、はい、行ってこい。はい。次だ。あそこに商品を選んでるお客さんがいるだろう。はい。あのお客に簡単に選ばせないように徹底的にマークしてこい。え？あつさ、お前が行ってこい。わかりました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。店内お菓子今100円でーす。100円でーす。ホットスナック揚げ物50円でーす。50円。はーブラボーブラボーバボス。わい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 、シンバ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 。あーなま、あれ？すいません、すいません。あ、危ない、危ない。あ、ありがとう。え、次だ。あそこに雑誌を立ち読みしてる客がいるだろう。はい。あいつにぶつかってこけてこい。え？待つだろ。はい、はい、はい。お前行ってこい。シミュレーションの練習だ。はい、行ってこい。よしよし。よし、お前ら大会当日だ。準備はいいな。はい。あれだけ練習してきたんです。優勝するのは俺らに決まってます。俺たちがサッカーで負けるはずがありません。最高最高、賞金はいただくぜ。いいか、お前ら歴史を変えてきた人たちはな、勇気を持って前進してきた人だけだ。いいか、行くぞ。わーい、しゃお疲れ様です、皆さん。お疲れ様です。いよいよ本番ですか。あ、そうだ、必ず俺らが優勝してくるからな。代わりに店番頼んだぞ、副店長。はい、頑張ってください、アメフト。
アメフト。お前何を言ってんだよお前、冗談きついなお前。俺らお前サッカーの大会に出るんだぞお前。そうですよ。いや、フットボールにも種類があって、今回の大会はアメリカンフットボールの大会って聞きましたよ。アメリカンフットボール、アメリカンフットボール、アメフト、別、全く別、アメリカンフットボール、アメリカンフットボールじゃなくて手使う、サッカーボール手使う、名合わせってこと、サッカーは、サッカーは何フットボールだ、サッカーはアソシエーションフットボール、アソシエーションフットボール、アソシエーションフットボール、あんなに練習したのか、また見たかったピートカーリッチェリー、あ、あとピーチェリー。